ちゃっこちゃん、いっこねうん、ほんとだね、ちゃこちゃん。ほんとだね。はい、裏返し。おー、りこちゃんだね。裏返し。やっぱり気がつくんだね。そうだね。はい。ほんとだね、ちゃこちゃん。このまま持ってきちゃおうか。うん、大丈夫。よいしょ。頑張れ、頑張れ。ちゃこちゃんでも、あ、怒ったな。そうだよね、怒るよね。お母さん、いたね。いい子だったね。よしよし、いい子だ、いい子だ。うん、いい子だね。ちゃこちゃん、いい子だね。ちゃこちゃんは、お母さんね。ピンクのチャリを。お似合いだよ、ちゃこちゃん。はい、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 はい。はい、はい、いい子だね。はい、ゆっくりね。はい。そして、ピンクの毛布を。はい。出ましょう。お母さんですね。さあ、次は。で、シオンくんは、キャリーの、キャリーじゃないやな、ケージ違う、ハンモックの上にいますね。ハンモックごと。ハンモックは、あ、降りるかな、降りてくれるかしら。シオンくん、はい、取り返さない、シオンくん。取り返さない。それはね、ここを外して下ろさないと、やっぱり、あ、降りた。降りた。はい、そうなるね。そうなったね。あ、そこ閉めとかないと怖いかもね。これをロックすると上に行くよね。そうだね。もうこれは分かってるよね。うん、そうだね。じゃあ、お母さん、分かったな。ジャン君。ここを閉めると上に行くよね。上行くよね。はい、怒ってんの。そうなの。あら、アンズちゃんも怒ったの。アンズちゃんは行かないよ、まだね。あ、降りた、降りた。ずっとこう、乗れないように。あ、アンズちゃんが怒ってるにゃん。アンズちゃん。ちゃんはね、まだ先々だからね。そうそう。お、落ちる落ちる、大丈夫？気をつけてね。さあ、なんかどうにか上に上がれないようにできないかな。はい、ちゃんくん、いいかね。ちゃんくん、それを取っとけばよかったかな。ステップか。はいはいはい。ちゃんくん、頑張れ。はい、ちゃんくん頑張って。はい、いい子だね、ちゃんくん。はい、しがみついてますね。頑張れ。頑張れ、しおん。裏はどっちだったっけ？包んでたのが、こうなってるか。こうか。あれ？見える？頑張れ。とりあえず入っちゃえば。うわ。強いね、しおんくん。うちの中では今もう一番強いかもしれません。この筋肉。しおんくん。はいはいはい、しおんくん、この状態で、うん、これが表だな。頑張れ、しおん。はい、しおんくん行ってね。帰ってきたらまたね、いつも通りだよ。ここにファスナーがあるよ。そうなんだよ。足、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 頑張れ、頑張れ。はい、行ったかね。オッケー、オッケー、オッケー。ちょっとびっくりしたね。ちょっと余裕があるから、この中で走れちゃう。そっか。はい、はい、いい子だね。入ってるよ。はい。じゃあ、キャリーケースを。キャリー？はい、はい。はい、シアン君。またちょっと、みんなに会いに行こうよ。ね。うん、あ、お利口さんね。いい子だね。あ、これを。マークです。今日はそんなに寒くないと思うけど、うん、まあ落ち着くかな。ね。隠しね。隠し隠しね。さあ、リコーさん。たくましい男になったね。よいしょ、斜めちゃって。よいしょ、はい。あ、リコーさん。はい、これで。風呂敷でお贈答の包み方です。お贈答じゃダメだろ。
はい、できたー、ちゃこちゃん。さあ、それではじゃあ、あんずちゃん隠れてるね。しおんくんとちゃこちゃん頑張ってくるのでお留守番お願いしますね。こっちもね、よっ、ちゃんくんね。ポンちゃんはどっかあの辺にいるのかな。いたね。ポンちゃんよろしくお願いしますね。今出かけるところです。タクシーを交差点で待っています。はい、まずはちゃこちゃん初体験ね。あ、かなり緊張してるね。はい、大丈夫大丈夫。はい、兄弟のアビちゃんです。アビちゃんです。一緒にアビシニアみたいなもんね。アビちゃんです。入れるか、今からテストです。今からテストです。はい、アビちゃんどうぞ。アビちゃんどうぞ。見覚えある？大丈夫大丈夫。あ、やっぱりアビの方がでかいですね。大丈夫だね。あ、そうですね、うん、男の子だね、やっぱりね。アビの方がちょっと警戒してるけど、ちょっとお互いに警戒してるけど、ちょっとどう、あ、ちょっと息が荒い。あ、目が似てるね。でもほら、あ、寄り添った。でも寄り添った寄り添った。あ、よかった。あ、でも寄り添っては見たものの、お尻だけでお尻だけでお尻だけです、まあ、喧嘩にならないですから大丈夫ですね。うむうむ言わない、うん、言わないから、うん、はい。あ、よかったよかった。あのね、意外と2ヶ月前に別れて再会なんです。そうなんです、今再会なんです。兄弟、もともと兄弟、兄弟なんです。これはカップルで人気出ちゃいそうだな、うん、そう、これ両方でもらってもらった方が、ね、顔以外は完全にシニアの方ですよね、うん、両方もらって一緒にもらってもらえるとありがたいですね。一応それぞれでもっていうチェックを入れましたけど、うん、はいはい、それはそれでいいですね、はいはい、姉妹、男の子、お兄さん、可愛いね。千住さんは、ね、ああ、精神的にダメだった。あ、クリップ可愛いんだけどね。なんか精神的にダメだったのかな。なってくるのかな。見たいね。チョコちゃん、チョコちゃん、チョコちゃん、しばらくだね。チョコちゃん、ちゃこちゃんしばらくだね。ちゃこちゃんはもうね、ご飯あげてもケージに戻らないんです。あら、ま、もう外が大好き で, 好きで、うん、うちは食いしん坊だからいいな。ケージに戻ります。もうね、ビューンと戻っちゃいます。もう、そう、うちもしおんくんとかもそうだったんだけどね、ちゃこちゃんはおもちゃじゃないと戻らないんだね。そうなんだ。でも最近はおもちゃもすごいんですよ。ケージの中にヒュッてやって、うん、こうやってやってると前はビュッて入ったからペッてやったんだけど、うん、今はピタッて止まる。一瞬止まって、ね、もうケージには入れてくないんだよね。ケージには入れても全然ダメで、ね、そうね、そうで、ちゃんとこっちで遊んでほらってやってもピタタタタタピタッて止まる。賢くなっちゃったね。そう、賢いんです。賢い、賢い、ね、アビはね、食いちゃってるからね。食べ物入れりゃ大丈夫。最初にロジャーたちにご飯あげるの、うん、そうすると匂いがするでしょ、うんうん、とも自分のケージに入ってこうやって待ってる。そう、あ、ご飯ください、すごいね。なんか今日でもちょっといい、落ち着いてんじゃない、いつもより。そうだね、うずくまってないね。はい、しゅんくん、はいはい、はい、肉だね、ひゃんくん、肉だね、ひゃんくん、はい、はい、ひゃんくん、ひゃんくんのお顔、はい、ひゃんくん、ちゃこちゃん、ちゃこちゃん、目がやっぱり似てるね。はい、あ、いい感じ。本当だね、いいね。で、耳がちっちゃいよね。そう、だからちょっとあのちょっとスコティッシュみたいなんですよ。ちょっとね、前にもくって曲がってるの、こう、うん、なんか骨自体が、そう、そう、なんか立ち耳スコみたいな感じ。そうそうそう、私も写真で見てね、あれ、この子写真写りなのか、ブラック顔立ちもさ、なんかちょっとスコっぽいよね。そうなんですよ、うん。アビちゃん、アビちゃん、どうした、どうした、びっくりしちゃったね。なんかちょっといい感じだぞ。かまね、よかったね。ちょっと慣れたね、しょんくん。先頭の人がいます。もう
この子は今ネットでもアイドル化してますから。うん。どの子？あの。チャコちゃん、茶色の子です。チャトラです。めっちゃ顔かわいいんです。髪見なってる？チャコちゃん。チャコちゃんはもう北海道からもらいに行きたいって言ってる人がいるくらいなんですよ。ね。うん、もうね、うん、触り心地が一緒。ほんと。なんかでも本当にアビシニアンみたいだね、こっちの子は。チャコちゃんはスコみたいだけど、うん、こっちの子はアビシニアンみたい。うん。いい毛並みだ。ねえ、綺麗だね。あの、この子何ヶ月？5ヶ月です。うん、そうなんだ。ごめんなさい。アビちゃんの顔をちょっと。はい。はい、アビちゃん。ヤコちゃんと顔やっぱちょっと似てるね。似てるね。目の色はもうそっくりだね、うん。ただちょっとやっぱ大きいね。うん、男の子だから。いい子だね。いい子だね。アビちゃんも大丈夫よ。いい子だね。どれかもいい子ね。いいかいいか。いいかね。はい。チョコさん、チョコさん。よいしょ。うん、あ、もしかもしかも。いやいや、あ、あるあるある。あ、ここにあります。ちょっと待ってください。はい。チャコさん。チャコちゃんは、チャコさん。はい、こっち見て。チャコちゃん。チャコちゃんは予想通り大人気でございます。たくさんの希望者が列を作りました。さあ、どんな方のとこへ行くでしょう。あ、そこ先生行ったの。チャコちゃん、ありがとうございます。チュール食べる？ほら、久しぶりのチュールだね。美味しい。美味しいね。ちょっとお腹弱かったからしばらく食べてませんでした。今日から解禁かな。美味しいね。美味しいね。チャコちゃんはどうするかね。アビちゃんもいるしね、うん、持ってきたけど何本か聞いてみようか。うん、しおんくんはケージの中でリラックスある程度するようになりました。よかったね。はい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 、おいしいね。うまさひとしよう。うん、おいしいおいしい。おいしい。カリカリ、ほら、これから食べなさい。食べないの？チュール食べたい？欲しいの？チュール食べたいの？チュールあげる？チョコちゃんはあげません。あの、うん、もう一つあるよ。ちょっと待ってね。ごめんね、チュールも取りたかったけど。チュールありますよ。すいません。ごめんなさい。これでいいですか？うん、どれでも。はい。あ、サーモンでも。チュールがいいの？チュールサーモン食べますか？チュール？チュール食べたい？チュール食べたい？あれ、チョコちゃんもいいの？チョコちゃん緊張しちゃってるの？食べた。シャーシャー言いながら食べました。うん、かわいそうになっちゃった。だからシャーシャー言いながら食べるな。はい、食べない。食べちゃん。もう今1本食べちゃったからね。もういい。チョコちゃんの実の兄弟、アビちゃんです。そうです。アビちゃん、ちょっとこっち見てごらん。怖がりかな。顔は目がそっくりだね。そして、色はアビシニアンに似ているということでアビちゃんです。本当に似てるよね。なんか背中の感じとか本当にアビシニアンみたい。すべすべです。うん、ふわふわすべすべだよ。なんか毛並みはチャコちゃんよりもなんかふわふわしてる感じ。そうだね、うん、なんかカーペットっぽい。うん、かわいい。すごい綺麗。そして、お
鼻の男の子だから、チャコちゃんよりちょっとシュッとしてる。うん。チャコちゃんのはちょっと鼻ペチャ。かわいいね。かわいいね。よくいいね。いけるね、いけるタイプだね。かなりな緊張だね君たちね。チャコちゃん、チャコちゃんはですね、一応、トライアルが決定しました、一緒にいるこのアビ君は、とは別々にということになります。